講師の星野徹です。本日の動画はですね、ジャズの巨匠ベーシストから学ぶ8フレット以内で弾けるソロ第2弾ということで、動画をお届けします。以前ですね、こういった動画作ったんですけど、8フレット以内で弾けるソロですね、この 1,2,3,4,5,6,7,8 開放弦からここまでの間で、組み立てられる有名な曲のベースソロをですね、私が再譜させていただいたので、それを紹介しですね、巨匠の演奏のこんなところが参考にできますよというところを解説させていただく内容の動画になります。皆さんもですね、ジャズとかを聴いてると、かっこいいソロって、たくさん聞かれたと思いますし、コピーされたいのもたくさんあると思いますが、どうしてもですね、とんでもない早弾きとかハイポジションが多すぎるようなソロだと、コピーするのがですね、どうしてもやりづらくて、結局挫折っていう風になっちゃうっていうケースも多いんですね。ただですね、今回ご紹介するソロはですね、有名なジャズの曲のコード進行で、極端なハイポジとか使ってないけど、内容はとってもかっこいいソロで、今回ご紹介するソロ弾けるようになるだけでもかなりスキルアップになります。ということで、今回題材にさせていただくベースソロはこちらになります。レッドガーランズピアノというアルバムに、収録されているポール・チェンバース氏が弾いた、If I Were Bell という曲でのベースソロになります。演奏された音源はウッドベースで演奏されているんですけど、まあフレットが分かりやすいように、ちょっと今日はですね、エレキベースでお伝えさせていただきます。ウッドベースで弾いた内容も、全然エレキベースで弾くこともできますので、エレキベース奏者の方も、もちろんウッドベース奏者の方も、とても参考になるソロですので、ぜひご覧いただければと思います。ということで、本日の動画ですね、前半は今回ご紹介するソロ演奏した後に、後半はこのソロで真似したいポイント、かっこいいポイントを3つご紹介いたします。この動画をご覧いただいて、そして実際に手を動かしていただくことで、先人のですね、フレーズの作り方が分かって、演奏力の向上にもつながると思いますので、ぜひお役立ていただければと思います。それでは早速弾いていきます。使用したものになります。有料のセミナーで使用しているものなので、普段はあまり表に出さないのですが、もう間もなくですね、オンラインスクールジャズベースラーニングの第5期生募集が始まりますので、ちょっとその記念として今回特別に、この譜面差し上げますので、譜面の方欲しいという方はですね、概要欄からダウンロードしていただければと思います。ということで、今回のソロで真似したいかっこいいポイントですね、3つご紹介したいと思います。今回はですね、音楽を奏でる上での必要な3要素の視点から、解説したいと思います。皆さん分かりますか？音楽を奏でる上での必要な3要素、それはですね、メロディー、それからリズム、それからハーモニーです。もしかしたら小学校とかでの音楽の時間で習われたかもしれませんが、この視点から今回のソロのかっこいい部分を見ていきたいと思います。まずはメロディーの部分ですね。ちょっとじゃあ A セクションの8小節なんですけど、ちょっと弾いてみますね。
テーマのメロディー、まあ、主旋律のメロディーですね。この表現方法はベースソロを演奏する上ですごく使われる方法で、まあ、コード進行が G7 とか C7 とか F メジャー7とか進行してるんで、まあ、コードトーンとかスケールとかノートを使えば、まあ、それっぽくは成り立たせられるんですけど、テーマのメロディーをバランスよくはめ込むことで、よりその If I Were Bell っぽい表現をすることができるんですね。この曲ご存知ない方はぜひですね、主旋律の部分も聞いてみてほしいんですけど、主旋律をうまくバランスよく入れて、でもその完全に譜面通りの主旋律でなく、リズムや音を少し動かしたり、ちょっとですね、こうやってスライドっぽいのを入れたりして、ニュアンスも出して表現していますね。そういうところがすごくかっこいいポイントだと思いますので、ぜひですね、本曲の演奏も聴きながらテーマを入れているこのメロディーの部分ですね、ちょっと感じてみていただければと思います。次はですね、じゃあハーモニーの部分いってみたいと思います。コードトーンを、しっかり意識的に使用しているという部分ですね。じゃあ今回ご紹介するのはこちらの15小節目からご紹介させていただきたいんですけど、ちょっとゆっくり弾いてみます。細かいので、ソロね、取り掛かったばかりの人はどういう意図があってこの音たちを使っているのか、想像が難しいところもあると思うんですけど、結構そのコードのコードトーンが意識的に使われていますね。例えば15小節目の1音目だったら Dm7 の5度の A 音、それからBm7b5、16小節目だったらこの2拍表でルートの B 音、そして、2拍裏で5度の F 音ですね、フラットフィフスの F 音を弾いて、3拍表で E7 の、そして E7 の5度の B 音を弾いて、半音経過音を弾いて、次17小節目の A メジャー7のルート音 A 音に着地している。その後の18小節目もそうですね、 Gm7 の5度の D 音から、フレーズが始まって、で C7 の7度の B フラット5度の G 音などですね、あらゆる場所で、コードトーンが、ポイントになっています。全てコードトーンで組み立てられているわけではないんですけど、こういう風にですね、ところどころでコードトーンをポイントにしながらフレーズが組み立てられているんですね。で、巨匠のすごいところはやっぱりこういうのを即興でできちゃうところなんですよね。この細かい動きもですね、すごく自分で実際に手を動かしてみると非常にかっこいいので、ぜひコードトーンを意識しながら取り組んでみてください。で、最後はですね、リズムの部分に着目したいと思います。一番この曲で印象的だと思うんですけど、3連の部分ですね、3連すごく使っています。1拍3連符ですね。じゃあ23小節目からやってみたいと思います。28小節目にかけて一拍三連すごく多くなっているのが分かります。ベースソロって8分音符主体で、まあ、この曲のソロも作られていることが多いんですけど、こういう風に一拍三連を意図的にですね、入れてあげると、まあ、拍にバシッとはまるとですね、すごくかっこよく仕上がります。まあ、3連なので音符も細かいので、リズムもね、余裕があるテンポでないと遅れてしまいやすいんですけど、こういった3連の使い方も非常に参考になるんじゃないかなというふうに思います。ということで今回はですね、巨匠の演奏のコピーをもとに、テーマのメロディーの入れ方、それからコードトーンの使い方、それから3連のリズムの使い方について、
解説させていただきました。すごいかっこいいソロですので、ぜひ原曲を聴いてかっこいいと思ったら皆さんもコピーしてみてください。このベースチャンネル星野は毎週金曜日21時に、更新しています。ベースソロとかウォーキングベースとか音楽理論とか割とジャズ系に特化した配信をですね、毎週金曜日21時に行っておりますので、次の動画も見逃したくないという方はぜひチャンネル登録お願いいたします。最後に1点お知らせです。先ほどちょっとお伝えさせていただきましたが、私が主催しているオンラインスクールジャズベースラーニングですね、1日30分の練習で1年後にセッションデビューをコンセプトに作られたジャズベースラーニングの第5期生の募集がこの2024年8月17日から始まります。現在80名以上をご受講いただいている人気の講座です。募集期間ね、限られますので、気になる方はこちらご案内の方ご覧いただければと思います。1日30分の練習で1年後にセッションデビューをコンセプトに作成されたオンラインスクールジャズベースラーニングの第5期生の募集が2024年8月17日より開始されます。今回は今までアドリブコースだけだったカリキュラムに新たにウォーキングベースコースを加え、より学びを深められるオンラインスクールにパワーアップしました。とオンラインスクールはウォーキングベースに関して約100本の記事と動画、アドリブ演奏に関して約70本の記事と動画、合計170本の動画、850分以上の膨大なカリキュラムのもと、ジャズベース初心者さんが順序立ててジャズベースのスキルを習得できるスクールで、現在80名近くの方にご受講いただいています。そしてこちらのレッスンの最大のメリットは、毎日の練習に講師から直接フィードバックを受けられること。受講生さんの送ってくれた動画に対し24時間以内にコメントをさせていただいているので、1年365日毎日レッスンが受けられます。以前よりしっかりですね、 E フラットと B フラットを使えていると思いますね。あとはですね、例えば F 音とか、それから G 音とか使ってくれると、でこれが実際レクチャーしているところですね。この作成した動画をですね、この方にですね、こんな感じで送らせていただいています。今回の募集期間は2024年8月17日から8月25日までのたった1週間です。告知を見逃したくない方はぜひ、ベースチャンネル星野の公式 LINE にご登録ください。こちら概要欄に貼ってあります。この機会をお見逃しなく。それではいつも動画ご覧いただきありがとうございます。また来週金曜日21時にお会いしましょう。